はい。こんにちは。ラガチャガオです、えー。先に言っておきます。今回の話は、本当に噂の噂レベルとして捉えておいてください。もうタイトルでお分かりの通り。エクスペリア。 コンパクトモデルのエクスペリア5コンパクトが出るかもしれないというお話です。なんかいきなりパッと出てきた話なので、本当になんか話半分にね、出たら嬉しいな、こういうコンパクトタイプを望んでいる人にとっては、出たら嬉しい、出たらいいねぐらいに捉えておいてもらえればなというようなところでありますが、 まあすでにですね、そのスペックに至っても、まあちょっと一部情報は出てきているので、あの、おそらくまあ、こういうのってちょっと願望的なものもあって出てくる話だと思いますから。ちょっとそこら辺をね、あの話半分に本当に聞いておいてください。エクスペリアコンパクト。エクスペリア5コンパクト。スペックの話をしていこうと思いますが、まず、SOC。 スナドラ855。855です。ディスプレイ。こちらがですね、21対9ではありません。16対9のフル HD IPS 液晶のディスプレイ。さ、あのー、サイズがちょっと出てないんですけど、情報としては。比率は一昔前というか、 まあ、その、エクスペリア1や5、10とは、ちょっと前の、一つモデル前の、ええー、まあ、比率というところですね。はい。で、カメラは、二眼、ね。二眼です。メインカメラが、まあ、センサーサイズの大きなもの、インチ数の大きなものと、 超広角の二眼構成ということが言われているというところです。そして、ラムはちょっとわからないんですが、ストレージが 128GB、UFS 3.0というところが言われています。これですね。 あの、現状のエクスペリアは UFS2.1 というふうに言われていたりするんですけど、新たに2020年に投入されるモデルに関しては、それこそ、まあ、同じようにリーク情報が出ていたエクスペリア5ウルトラであったりとか、またはそのエクスペリア1の後継機とされているもの、それぞれまあ、あの、ストレージの規格っていうものもこの UFS3.0 になってくるという話もあるので、まあ、そういう流れで言えば、 あの、まあ、違和感はないかなというところですね。もちろん、防水防塵端末ということで、IP68 というところになってます。空張りもすでにその情報を含めて言われていまして、ホワイトとブラックっていうオーソドックスなバリエーションに、プラス2色です、えー。イエローとレッドというね、計4色ですね。白、黒、赤、黄色というね、そういう カラーバリエーションできそうだという話が来ております。価格も予想がされています。だいたい6万円前後というようなお話です。はい、さて、これがどうなってくるのか。なかなか。 興味深いなというふうには思いますけども、実際ですね、日本国内でもそうですし、海外のまあそういうまあスマートフォンを評価するところでもそうなんですが、やっぱりその e r i a リア1よりも Xperia 5の方が高評価を受けてるんですよね。もちろん Xperia 1で楽しんでる方もね、中にはいらっしゃると思いますけども、まああの、エクスペ i ア5の方が、えー、持ちやすい。 ね、ポケットからははみ出ないとか、それ携帯性の良さもあります。握り心地の良さもありますし、まあ、あとは何にしてもスタミナですね。歴代のフラッグシップのエクスペリアの中では最長のですね、あの、スタミナ性能を誇るというもので出てきたので、そこら辺が変われてるのかなっていうふうには思います。はい。あとはカラーバリエーションで、あの、レッドね、レッドっぽいものも出てたでしょちょっとその落ち着いた。 ワインレッドっぽいカラーだったかな。ね、ああいうのも結構交換色に受け取られてるみたいで、だいぶエクスペリア5は良い評価というところです。まあただ、ダクソでの評価は良くないので、まあそういったところで以外のところでね、結構良い評価を受けているというところですから、まあそういうコンパクト、割とコンパクトっていうのかな。その Xperia 5の交換色のところもありますし、もう一歩進んだね、さらなる というかまあ真のコンパクト端末。日本ではそれこそエクスペリアエースが出てましたけども。まあそしていつの日からかフラッグシップコンパクトっていうものはなくなったエクスペリアのラインナップ。コンパクトという名を関してはいたけども、当初はフラッグシップ並みのスペックだったのに、だんだんと単なる廉価モデル。 小さいモデルということになっていったわけなんで <laughs>、ここら辺がちょっとね、ひっくり返されて、まぁ、エクスペリア5並みの、より小さな端末が出てくるということになると、これまた一つ手に取ってみたくなる方も増えるのかなと、いうふうに思うところであります。やっぱり一部ではやっぱいますからね、こんだけあのスマートフォンがこぞって大型化してってるところで、まあ妥協してね、 割とその中でもコンパクトなものを選ぶぐらいの気持ちになっちゃってる場合が多いじゃないですか、昨今。そういうところで言うと、実際に見た目的にも、本当に握った感触的にもコンパクトなものっていうのが出てくると、一ついいのかなっていうふうには思います。個人的にはですね、そういった中でやっぱりそのエクスペリア S が出ていたりしますが、あれはちょっと、本当にそのエクスペリア1とか、 10とか出てった時のあのデザインラインからすると単なる昔のエクスペリアにしか見えないものなのであれは出して欲しくなかったなっていうふうに思うんですけどもうチープすぎるしまあここでねそのエクスペリア5という名前を冠しているわけですからまあそういった同じようなデザインラインでそしてあのあのレベルのまあ品質というか高級感というかねそういう雰囲気をまとって たスマートフォンとして出てくるならば、それはまた一つ歓迎されるんじゃないかなというふうに感じているところであります。はい。っいったところでちょっと短めではありますけども、ちょっと内容的にもですね、不確かな部分というか、その当たらない可能性の方がちょっと強いので、あんまり強くはですね、言えないんで、短めの動画にはなりましたけども、Xperia 5コンパクトが、 もしかしたら MWC の中で発表されるかもしれないと。先日からね、言ってるようなエクスペリア5ウルトラとか、ね、エクスペリア1.1、もかっこもしかマーク2 <laughs> と言われて、マーク2とかって結構ね、海外とかで使われますよね。あとはカメラとかでも使われたりしますけど。うん ね、どうなるのかっていうところですけども、そこのラインナップの中の一つとして、コンパクト仕様のエクスペリア、エクスペリア5コンパクトお話が出てきてしまったというところでした。もう一度言います。話半分に聞いておいてください。また見てな。バイバイ。